皆さんこんばんは。来賓で食事を言えと言われるとなんか変な感じがします。むしろまあ皆さんと一緒になってですね、参加をさせていただいたり、また一緒になってご協力を申し上げたりする一員でありますので、私の方からご挨拶をしてですね、お礼を申し上げたいなというふうに思います。今日は経験ナイトスクール2012を開催をすることになりまして、このように多くの皆さんにご視聴いただきましたこと、本当に嬉しく思います。こうして見ますと、毎年お越しをいただいている方、また初めてかなと思う方も中にはいらっしゃいますので、どんどんとこう輪が大きくなってきているなという感じがして、本当に嬉しく思います。今回もお世話になりました先生方、またボランティアの皆さん、多くの方にご協力、ご支援をいただきましたこと、本当にお礼を申し上げまして、ご挨拶させていただきます。ありがとうございました。頑張ってください。本日はお寒い中、またお仕事でお疲れの中、このように多数の方々がお集まりくださいまして、ありがとうございます。この救急ナイトスクール、今年で13回目を迎えております。その間、AED がいろんな場所で設置されるようになりました。誰にでも起こりうる突然の心停止、いつ誰が耐えれるかは誰も予測がつきません。もしその場所に居合わせたとき、実際に行動できるかという不安は誰にでもあると思います。119番への通報だけでなく、AED の正しい使い方など、なかなか冷静に動けません。そのためには、やはり身近にある AED の設置場所を覚えておくことも大切です。そしてまた、正しい使い方も確認しておくことが必要だと思います。ニュースで自殺や子どもたちの自殺やそれから殺人事件など多数あります。感覚で命というものに対しての概念が希薄になっているのではないでしょうか。そのために AED や心肺蘇生を習うことによって人を助けることの意義や救命行為に接することで人の命の大切さを伝えていきたいと考えます。北播磨の中学生を対象にした富原先生の講習会で受講生が3万人を超えたとお聞きしております。救命行為を学んだ子どもたちは自殺や殺人など命を粗末にする行為はなくなると思います。こうして子どもたちが習得することによって将来多くの人が救命活動のできる社会に、そして人の命を大切にする社会が作られていくのではないでしょうか。今年のテーマは安全安心な街づくりです。西脇市は恵まれた環境にあります。正しい知識と勇気で救える命がきっともっともっと増えるはずです。それではただいまより救急ナイトスクールを開催いたします。私は開業して以来、今日のこういう講演というか講義といいますか、813回目になるんですね。まあ、要はお前はこまめにそんなことばかり数えてるなと思われるんですけど、私こういうことは非常にこまめでして、全部記録が取ってあるんですね。今日813回目、安全安心の街づくりのためにと、友達を救え、家族を救え、愛する人を救えということを中心にお話をさせていきたいと思います。私にとって心肺蘇生の悲しい原点ってあるんですね。これは1986年に、そこそこのお年の方はご存知かもしれないですね。バレーボールの試合中にハイノン選手が心肺停止で倒れたという一種の事件ですね。それが起きました。その時に命の大切さ、生きる権利が無視されたような悲しい事件だったということを未だに覚えております。これをきっかけに、特に私のような循環器、心臓を志した医者は、特に心肺蘇生教育に非常に自分の気持ちを向けていきたいということを思ったきっかけでもあります。1年間に6万人、これが日本で突然死で亡くなる人の数です。6万人もいるんです。いつあなたの目の前で起きるわからない、それが心臓突然死だからこそ、あなたたちは目の前で倒れた人を AED を使って助けることができますかと。 AED が広がっても必要なのは、倒れた人のところへ飛び込んでいって心肺蘇生をして AED を使う勇気なんです。勇気を持って一歩を踏み出してもらいたい。だからこそ心臓マッサージと AED の講習会に参加してもらいたい。
ということをこのプログラムでやってるわけです。皆さん今日体験すれば分かります。誰でも使えます。この出産の子どもたちも一生懸命訓練を受けている。こういう子どもたちをどん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 育てながら大切な命を救うための心臓マッサージと AED、 あなたにできることだけど、残念ながらその場にいるあなたにしかできません。いくら僕らができたと言ってもその場にいなければできない。だからこそ大スタンダー、そばにいる人たちの心肺蘇生はとっても大事。この歌は高円宮様が亡くなったその前に青木真理子さんにプレゼントされて作詞作曲をされていた歌が、今このそばにいるあなたしか救えない命があるというプッシュプロジェクト。プッシュっていうのは胸を押すということですね。胸を押すと同時に電気ショックのボタンを押す、2つのプッシュですね。そのプッシュプロジェクトのテーマの曲として今流させていただいたわけであります。心肺蘇生勇気を出して、これ朝日新聞を撮っておられる方はご覧になったかもしれません。西脇南中の生徒が寸劇をすると、今スタンバイしてると思いますけど、この後南中の生徒が西脇をシアトルにという心肺蘇生法プラス AED の寸劇を行ってくれます。お楽しみにしていただきたいと思います。今日はもう一つお楽しみがあります。ティンカーベルさんがこの会に非常に協力的にしていただいて、ここでクリスマスのミニコンサートをやっていただけるということで、私もすっかりクリスマスモードになってまして、こんな赤いちゃんちゃんこじゃないけど、こういう服を着て話をさせていただきます。こういう心臓のマークがニコッとできるような形で、これからぜひ西脇の町の安全と安心を守っていくために私たちも頑張りますが、皆さんもご協力をぜひいただきたいということを最後に私のメッセージで私の講演を終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。AED が届くまで胸爆発をしよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こんな時人工呼吸もした方がいいんやけど、前練習した時息を吹き込むタイミングが甘くて入って、もう緑の電源を入れます。圧倒を装着してください。コネクターを接続してください。次にこのパッドについているコネクタを AED の点滅している部分に差し込みます。パッドを装着してください。コネクタを接続してください。心電図を解析中です。みんな離れて、体に触れないでください。ショックが必要です。充電中です。体から離れてください。ショックを実行します。なられて、オレンジボタンを押してください。このオレンジボタンを押して、ショックを実行します。ショックが完了しました。一時中。よし、息を吹き返したぞ。よかった。よかった、今大丈夫か？おい、救急車が来たぞ。君たちの迅速な対応がこの子の命を救ったんだ。よく頑張ってくれたね。僕たちは富原先生にお世話になって AED の取り扱い方や命の大切さについて学びました。教えていただいた通りにやっただけです。ありがとう。尊い命が一つ助かったよ。念のためこの子を病院に搬送します。最後までご覧いただきありがとうございました。オッケー、ありがとうございました。
番行かんのが大体この辺ですから、ここですね、うん、それから大体この横に立っていただいた方がやりやすい、自分の利き手を押すと、この後充電中です、はい、ショックがする、はい、充電中です、はい、じゃあ私離れてます、もういいの、まあ、3、4、5、6、7、8、頑張って、1、2、3、4、5、6、7、8、最初に発見して突然して消防を呼んだり AED 持ってきてっていうことをアナウンスして心肺蘇生を開始する代表が1名、 AED 持ってきてっていう人で AED を持ってくる人が1人、その人が作動させます。AED を作動させるタイミングが私が AED が届きましたということを持ってスタートします。はい、人が倒れました、もしもし大丈夫ですか、スタートしてください。はい、北原の消防組合の二色消防署から救急隊が到着しました。お疲れ様でした。実際にないことが一番いいと思うんですけれども、もしその場に出くわしたときは勇気を持って一歩踏み出したいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。 AED は何て言いました？不要ですと。電気ショックは不要だって言ったそうです、はい、不要だって言ったら皆さん安心していいんですけれども、人形喋りました？喋りません。動きました？動かないでしょ。油断しないで、電気的には戻ったかもしれないけれども意識が戻るまでは救急隊や医者が来るまで胸骨圧迫を続けるということだけ覚えておいてください。本当にお疲れ様でした。脊髄表面をさせていただきます田尻美和です。愛する人の命を救うためにという言葉に誘われて参加いたしましたが、今日は改めて命を助けるのは人であるということを考える機会となりました。本日教えていただいた心肺蘇生法と AED 方法を実践できるよう皆さんと一緒にこれからも意識を高めて安全安心な手作りを進めていきましょう。今は救急スクールにおいて命の大切さを学ぶ講演心肺蘇生法 AED 技能の講習を受講され習得されたことを認定いたします。平成24年12月13日救急スクール実行委員会。